はい、本日はですね、猛暑の中、こちら、新宿三丁目からですね、東に向かってちょっと進んで用事があるのでそちらに向かっております。で、本日はですね、なんでコンデジが不要かもしれないっていうふうに言っていたかというところのですね、一旦をですね、お話しできるかなと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、ということでですね、もう寝不足で目がおかしいので今こうサングラスをしております。はい、ではですね、目的地のすぐそばに到着いたしました。この後ですね、室内に入り、屋内に入るんですが、そこからですね、ちょっと意味がありますので、まあ、大体お分かりだと思うんですけど、見ていただければなと思いますね。このセンサーサイズが大きくなったというメリット、最大限にですね、使えるっていうのがその理由の一端でございます。はい、というところでですね、あとでこう食事にいた時にもっといろんな動画を撮っていきたかったんですけど、まあ、そちらがですね、ちょっと撮れませんでして、今帰宅、帰路のところで動画を撮っておりますが、このようにですね、暗いところでもしっかり撮影できるようになったっていうアドバンテージめちゃくちゃ大きいんですよね。これ4K60 フレームなんですけど、見え方はいかがでしょうか。はい、ということでですね、一つですね、追加情報、本日ですね、この DJI Osmo Action 4をですね、スマートフォンにですね、接続してみたらアップデートが入っておりまして、その情報をですね、お伝えさせていただきますね。大きなアップデートじゃないと思うのと、あとこの機能も元から設定できなかったかなっていうのがちょっとあって、まあ、改めてですね、ちょっと見直していただければなと思いますね。で、今回はですね、作例とかですね、そういったものの解説ではなく、ちょっと雑談ばっかりになっちゃって申し訳ないんですけど、ここ数日間ちょっと私いろいろと作業多くて忙しくてですね、しっかりと動画を作れずにこのような形で動画を収録しておりますが、まあ、何が言いたいかというとですね、スマートフォンやこのコンデジ、あとはですね、撮影しておりますアクション4のようなですね、アクションカムで、アクションカムでですね、これだけの映像が撮ってしまう、まあ、セミナールームのですね、映せるところの映像というのを見ていただいたと思うんですけど、ということがですね、この広角になったから ZV-1 Mark II良くなったというようなですね、話があったんですが、それとは比較にならないほどですね、この DJI Osmo Action 4だと広角なわけですよ。で、そこから 4K ぐらいの画質があって、その動画でですね、拡大をするよってなるとなんですが、全然ですね、使えてしまう場所なんですね、ある程度のズームぐらいなら。ということはですね、その、ズームレンズでしっかりとですね、そのように収録をしなくてもなんですけど、このようなですね、アクションカムでそこそこ綺麗に収録できるのであれば、もうなんか、これだけで日常使い十分な映像がですね、収録できてしまうんじゃないかなっていうのがですね、私のお伝えしたかったところなんですね。もう例えばですね、このスマートフォンだとかですね、コンデジだとか、それこそ APS-C、まあ、あとはフルサイズとあって、センサーが大きくなってレンズが明るくなればですね、そりゃ綺麗な映像って撮れるんですよ。まあ、筐体もですね、それだけ大きくなるし、動作とかにですね、余裕があるわけです。でも画角ですよね。超広角のレンズになってくれば必然的にですね、大きくなるし重くなるわけです。それとですね、塩梅を考えてですね、このですね、 DJI Osmo Action 4で収録できる映像というのとですね、このサイズとで、この音質と使い心地とというところで物足りなかったところがいっぺんに良くなったのがこのモデルだって私は感じているわけなんですね。これだけ暗くなってですね、こういう風に適当に撮影していて、やっぱりいいですよ、いいですよと言っていても、インスタ360 GO3 とかだとそこまではならないわけなんです。という感じでですね、まぁ、ちょっとダラダラと雑談をさせていただきながら、本日の動画っていうのをですね、作らせていただこうと思ったわけなんですけど、実際にですね、ほんと、かなりですね、画質向上してるのがですね、使ってみるとわかりますよ。ちなみにこれ 4K60 フレームですからね。で、収録して、ここまでのオート設定でですね、映像をしっかりと抑えられるわけです。若干手ブレ補正おかしくなったりだとか、そういったことはあるんですけど、それから使えないほどですかとか、それこそ1個前のですね、アクション3と比べてどうかとか、
で GoPro Hero 11でここまで暗いところを撮るともうノイズだらけでですね、結構見るのきついぐらいの映像になってしまいかねないって言ったらいいのかな、可能性もあったわけなんですね。ということをですね考えるのなんですが、このアクションカメの素晴らしさというのがですね、いろいろ分かってくるかなと思います。で本日ですね、追加で GoPro Hero 11の後の機種12ですねの情報というのも出てきたんですけど、まあ、そちら結構ですね、やっぱりあの1インチセンサーとかってあったのがどうなんだろうって内容でございましたね。センサーサイズというのが今までと同じサイズのまま、その機能をですね強化したモデルなんじゃないのかっていうですね噂が出てましたね。まあ、例えば HDR 撮影っていうのとか、あとはですねその手ブレ補正の強化で、あとは安定性というところらしいんですが、スペック的には 5.3K の収録ができますよっていうのと、まあ、あとは長く収録できますっていうリーク情報が、まあ、本日出てましたけど、その辺もですねちょっと貼り付けておこうかなと思ったりとかもしております。1インチでですねやっぱり安定動作するかどうかって言われると、私はですねもう、まあ、結構微妙な話だなっていうふうに思ってたので、その辺がですね、まあ、大体想像通りだったかなっていうところでございましたというのが本音ですね。まあ、細かいところは発表発売しっかりとされない限りわからないので、あくまで推測状態ですが、ただですねもう元から明るいところではものすごく綺麗なアクションカムだったので、そこからですねしっかりと安定性と動作というのとですね、オプション的なその機能たちっていうのがですね強化されたらとても魅力的なアクションカメであることは間違いがないと思います。はい、そんなこんなでですね、このようにまあどういったですねこの機能とコンデジとスマートフォンとそれこそミラーレスカメラ等と比べて、このアクションカメの進化進歩っていうので変わってきたかっていうのをですねちょっとお伝えしたかったっていう回で、雑談ばっかりで申し訳ございません。でですね、次回のですね収録っていうのはまたちょっとですね、今作っておりまして、その内容がなんですけど、ISO 感度ですね、をこの DJI Osmo Action 4でちょっと変えるとどういう結果が出るかっていうのをですね、試しているんですね。で、そちらのですね、動画も作ってできれば明日ですね、公開していきたいなと思いますので、よかったらですね、気長にお待ちいただければなというふうに思います。はい、それではこのようなですね、4K60 フレームで、撮影ができるっていうのはすごいなというところを残して、本日はですね動画終了したいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。